やってます。皆さんすいません、安田大阪市のクロちゃんです。おやつのクロです。スマイルと2二階堂たかしです。岩崎亮太です。坂野あかねです。 HKT48 矢吹奈子です。はい、というわけで皆さん明けましておめでとうございます。なんですかクロちゃん、めでたい時に新年から申し訳ございませんって、はい、なんかあったの？いやー、なんか本当に皆さん、なんか、ね、新年こうやってね一発目なのに申し訳ないなと思って。何が？何？はい、10年ぶりに彼女ができました。おめでとうございます。いやもうめちゃくちゃ見ましたよ。いやもう、ね、見た、あの去年一笑ったかも。感動じゃなくて？いや感動もした。うん、何あれ、いや本当に、ね、本当に叫んじゃった本当に、うん、一人で、うん、いや本当ね、あのなんだろう、感情が大変だった。いやほんまに大変そうだったね。一回ちょっとやっぱりアイドルやりたくなったみたいな、そうか、ね、逆転劇ね。引き当てたと思ったのに、うん、まさかの、え、俺振られんのみたいな空気なんで。そうよね、当てたというかね、うん、あの中の、うん、まあ結局何人かいた中の二人のうちの一人を書く、うん、ね、うん、そうそう、だ本当に壊れたもんね一回。うわ、どうしてよ。あの本当に覚えてなくて、で自分で見て思ったのは、あのなんだろう、ね、ネックレスのあのーうん、砂時計があったけど、あれをね、砂時計をさ、あのひっくり返してもう一回ね告白させてくれって言ったけど、うん、俺基本的にね、M1 とか見ないって言ってるじゃん、うん、ああいうのでね、あの、うん、初めに振っといて、うん、伏線回収する時に覚えてないからって言ったけど、うんうん、まさか自分で伏線回収あんなところでするとは思ってなかったから。すごい、いや、すごい。シナリオがなんかできてたみたいな感じだったよね。いやいや、びっくりした。だから俺言ったこと覚えてないから、うん、え、そんなこと言ったんだと思って。おお、なんかね、すごかった。藤本さんも言ってたけど、浜田さんの結果発表が超えたって言ってたけど。っていう、しかもおめでとうっていう気持ちじゃなくて、うん、え、本当に付き合うのも絵だったからね、それはね。いや本当にだから僕はもうあれを見た時に、はい、あ、真っ先にクロちゃんに謝んなきゃなっていうのは思ってたんですよ。っていうのもやっぱりその、うん、あのリチちゃん、はいはい、彼女になった子が、俺も最初からちょっと怪しいなと思ってたのよ。はいはいはい。だからなんかやっぱりまあもちろんあのアイドルとして成功するため、うん、まあ売名までは言わないけど、はいはい、クロちゃんを利用してみたいな。うんうん、でそのためだったら普通にその前でもちょっとキスとかしてたじゃん、うん、そんなこともできんのかって、クロちゃんのことなんか好きなわけないだろうと思って、うん、思ってたんで、ちょっと なんだよと思ってて、はいはい、悪い子だなとか思っちゃったの、うん、本当申し訳ないなと、うん、リチにも謝っといてくれな。いやいや、リチ呼ばれしんじゃないよ。なんでリチ呼ばれしやがって。しかしキスが気持ち悪い。なんでしないって。いや長いて。いや違うって。おもう10年分のキスを取り返そうと。いやいや、あれって地上波で流して大丈夫じゃないですか？ね、いや流してますから。あれ本当に。びっくりしちゃった。いや、18禁でしょあれ。18禁じゃないから。音もすごかったしね。なんか下から行きそうになって。一回終わったの、下からもう一個おかわりがもう気持ち悪くてしょうがない。いや、だって、本当に OK って言ったんだから、うん、本当に大丈夫だよねっていう確認で、キス、うんうん、まあ、まあ、したかっただけだけど。いや、すごかったの、下からのね、さっき二階堂くんと話したけど、うん、やっぱあの、夏の部活の、あの、水道から水滴がちょんちょんって出てんのを、思いっきり舐めようとする感じの、うん。すごかった、もう、絡みついてたもんね。いやけどあんなもんじゃなかった、もっと俺してたような気すんだけどね。あれでカットされてるってこと？多分してんじゃん、確かに、ね。もっと俺、びっくりするキスしたじゃない気するもん。これどうですか、なこちゃんから見てて、うん、21歳の女の子から見て、はい、あれはどうですか、刺激的ですか、やっぱりちょっと喜ばしいのかどう なんかちょっと引くななのか、どうでもいい、どうでもいいのか、あ、どうでもいいかもしれない。どうでもいいんだ。なんか、うん、見たくはないって感じですね。あけど、大人になったらああいうもんだよ。だからまあ大家的には年末でしたけどね、はい、いや、いい年越しを迎えられたんじゃないですか。あとなんかね、嬉しいことにそれをなんかみんなね、なんか
ご飯食べに行ったりとか、いろんなね、うん、普通に人が、道行く人が、おめでとうございますって声かけてくれて。あら、いいじゃない、うん。なんか結婚した感じになっちゃってるんですよ。確かにね。おめでとう言われて。すごいことだ。あれだって、彼女さんは、熊本出身でしょ、あかねちゃんと一緒に。そっか。会ったことはないでしょ。会ったことはないんですけど、うん、知ってました。はい、どう、あかねちゃんから見て、クロちゃんの彼女が。いや、だから、すごい最近困ってるのは、うん、熊本の子ってすごいねって、私に言ってくるんですよ。そこで来られても。熊本の子。大丈夫、大丈夫ですもんね、熊本の子。なんか熊本の子って、なんか、バケモン好きだって。違う違う、熊本関係ないから、うん、あの子は友達だからじゃないの。確かに、ね、今もちろんでしょうけど、まあ、順調に言ってるんですか。そうですね、今日もだって、さっきまで一緒に歩いて、うん、はい、だってさ、もう今日からっていうか、昨日から、はい、っていうか、もう一般人としてでしょ、うんうん、はい、彼女は一応、芸能活動は続けるみたいな、事務所に入っちゃったんで。そうなんですね、けど、アイドルではなくなる。アイドルでは、アイドルだったら僕が無理なんで。はい、かっこいい。じゃあ最後のステージでなんだ、本当に。最後、そうですね。だから、去年の、だから年末のカウントダウン TV で最後、やって終わりましたから、うん、そこは。じゃあさ、その彼女は別にそこのメディアで、クロちゃんに対して語ることもそのうちあるかもしれないの、うん、どうの、まあ。そういう仕事の依頼を受けたりとかしたら。したら、もしかしたらあるんじゃないですか。共演は共演は水曜日のダウンタウンをの許可を得ないと無理なの。いや、そこら辺も全然俺分かってないかな。ぜひラジオに呼んでください。あら、ああそれいい。クロちゃんお願いします。俺まだ信じてないから、あの子が本当に実在するのかどうか。やっぱ私としても熊本県民会呼びたいし、ね、そうだね。あとごめんなさい、存在しないで、リュウとかカッパじゃないんだから。ユーマの、いや、ちょっとまだ信用できてないからね。まだホログラムなんじゃないか。ホログラムじゃないよ。俺人間好きだったけど、そんなわけじゃないから。最新鋭か。AI だね。素晴らしい。 AI じゃない、だから受け答え上手いなってなるよ。ほんとね、ありがたいなと思うのと、 あとそれを見て、うん、男の、世の男性とかが、うん、なんか、俺は、なんか、クロちゃん以下だ、みたいなことを、言ったりとかしてて、コメントとかで、いろんな、で、俺は悲しい男だ、みたいなことを言ってるから、うん、しっかり俺は言ってきました。いや、以下じゃないよって、うん、そんなんじゃないからねって、以下って言うと、うん、含まれちゃうから未満だよってしっかり言ってきました。上から以下、めっちゃおもろかった。彼女できるとこんな風になるんですね。すごいな。ちゃんと振られるために振ってるからな、こっちで。しっかり振っといてね、うん。ちゃんと幸せな感じ出しておいて。やってくれるね、食堂ちゃん。で、まずすぐ別れちゃうんでしょ。なんでよ。で、レギュラー交代するんでしょ、リッチ。おかしいな、ね。いや、おかしいな。すごいな、それは。いやー。ちょっと、でも話してみたいな、ラジオで。ね。あ、それか、まだあれやってないから、新年会に呼んでよ。あ、そうだ。おカメラ回とか回らないですよ。だ信じてないから。うん、信じてないから。まあまあ、ちょっと呼べたらね。呼べたらね。うん、いや、スターさんも見たいですよね。ね、実際。見たい。めっちゃ運営。ぜひ。うんうん、まあ、ちょっとタイミングがあれば。うん、はい。いや、お願いしますよ。お願いします。それは。そう、そんで、クロちゃんのね、この間、誕生日やったじゃないですか。うん、クロちゃんがね。先月ね。うん、で、あげられなかったんで、うん、今日持ってきたんですよ、クロちゃんにね。うん、ちょっとあれ見てもらっていいですか。あれはね、まあ、クロちゃんの、その番組見てから、うん、もうこれしかないと思って。え？何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 ？まあ、そんなに大したものじゃないですけど。番組見てから、これしかない。踏まえて。クリスマスカラーの感じね。クロちゃん、二人でね、うん、寝るシーンあったじゃないですか。あった。お、汚い部屋でね。汚い部屋で。俺、絶対汚い部屋で。うん、あれを見て、あ、これやと思ったんですよね。あら、何ですか？なんか置くやつかな、部屋に。なんだろう。え、何それ、ちょっと待ってね。掃除グッズ。でもなんか、形的にちょっと、うん、大丈夫？なんか縦長の。ちょっとなんか、ね、怪しい。大丈夫か。全然開けへんな。大人の感じもしかして。大人の感じかな。あら、なんだ違う。細長いね。うん、筒状。細長いこれ、筒状よ、ね、筒です。何ですか？筒状。筒状の方です。何これ何それ何だこれ、あ、うん、赤と黄色。何それ、クナイプ。あ、バスソルト。バスソルト。あ、バニラ&ハニーの香り。あら。どういうこと？これちゃんなんて書いてます？その下。下。違う、表のところ。下。なんて書いてある？きっとうまくいくよ。そう。お。
うまくいった後にめっちゃ違うあのごめんなさいでね、あの2人でね、なんかどうした、あのモコモコのやつ着てたじゃないですか、はい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 、もうそれにしか見えなくなって、それがあ、この表に書いてあるやつ、絵がね、ああそういうことか、確かに、いやけど、うん、なんか部屋ってったからなんか、うん、部屋の靴かと思ったら寝室系かと思っちゃったら、うん、全然違いました、お風呂です、いや今年も飛ばすねさすがだね、こんだけ盛り上げといて全部残しシーンと終わらせる、いや全然、いや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 、優しいじゃん、うんうんうん、あとクロちゃんさ、はい、それはそうと、まあ、うん、その恋愛でうまくいってさ盛り上がってるかあれだけど、はいはい、人形のやつをみんなが作ったやつをまとめたやつ載せるって言ってたよね、写真、あれ載せてなかったっすか、うん、あれなんかスタッフの方がね、うん、あの載せてる、代わりにこっち載せたんやったけど、どう、うん、やるとこはちゃんとやってくんないとさ、うん、振られるぜ、うん、うん、まあけど浮かれてんのよ、いやちょっと待ってくださいね、あれ調子乗んなよ、いやもうちょっと乗らせてよ10年ぶりだからそうね、え、デートとかは、デートとかは、うん、まあしてますよ、だからそれこそなんか住んではないでしょ、一緒に毎日一緒、結構毎日一緒、ちょっと時間あったら会ってたりとかするし、あっちも散歩好きだから、うん、一緒にこの、赤坂ぐらいかな、1時間半かけて家帰ったりとか歩いて。家近いんだっけ、家近い、めちゃくちゃ。なんて呼び合ってるのね。あっち側は、あっくんとか。おぉ、こっちはクロちゃん。いや、こっちはクロちゃん。どういうこと、どういうことどういうことどういう現象してるの、ごめんなさい。どうしたどうして何を急に動揺してるの、どうしたの、相手のことクロちゃんって呼んでるの、いやいやいや、違う違う。黒ちゃんと会話してる、いや違う違う、りっちゃん、あれりっちだからりっちゃんって呼んだりとか、本当にいる相手、いるじゃないの、ちょっと待って証拠見せてよ、いやマジだ、ちょっと待って、俺も初めて見せたわあんなことこっちは黒ちゃん違う違う違う、あなたあなたいやだからあのあきくんみたいなもう言いたい、初めは言いたかったらしいんだけど、あきくんとかは、うん、あのみくちゃんが、あ、言ってたから、あれで言われたからもう言いたくないって言って、今、あっくんってなってる。あれさ、あの感じで言ってみんな本当は嫌いでしたみたいなメンバーがさ、はい、こうプロデュースしてるわけじゃん。はい、気持ち的にはどうなの気持ち的には、初めは本当にむちゃくちゃにしてやろうと思ったんだけど。やっぱ、あの、プロデューサーとしてきちんとやらないとなと思って、そこはそこで線引いてね、すごいよ、だから素晴らしい、だからやっぱその曲調も一発目作った豆柴は可愛い感じだったけど、うん、ちょっとかっこいい感じをやってみようと思ってやってみて、まあ、今だからねそっち側も頑張ってやってるんですけど、実はプロデューサーじゃなくてアドバイザーだったらしいので、はい、権限が意外とないらしいんでそうなんだ、アドバイザー一回もプロデューサーだっていう紹介で言ってませんって後で言われたんで、なんか、まあちょっとアドバイスしていきます。じゃあここでちゃんと本物の曲聴きましょうか、ね。はい、本物の曲聴いて。本物の曲って何だ。いや、都内某所も本物の曲ですけど、はい、それではここで聴いてください。キスマイフット2で思い花。キスマイフット2の二階堂たかしです。MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってまーす。さあここからメールが届いておりますので、紹介していきたいと思います。ちょっとごめんなさい、いいですか、どうしたん、ちょっと一瞬僕の時間いただいていいですか、いいよ、あの実際今お聞きいただいている方々はもう年明けて1月2日じゃないですか、はいはい、でもまあ我々の仕事の都合上いろいろスケジュール上、はい、皆さんにクリスマスプレゼントを買ってきました、何急に買ってきました、どういうこと、何怖っ、いやクリスマスプレゼントですよ、何そのクリスマスプレゼント、どうしたの、やめないよね、何、いや、やめたら困るよ、うちら、どうした、いらないの、いや、いるよ、いるよ、そんな態度されたら、いや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 、恐れ多い、なんか急に出したら怖みたいな、いや、びっくりしただけ、びっくりしただけ、どういうことよ、これが、なんかすごい、グッチ、これが坪倉さんですね、何、人によって違うの、クリスマスプレゼントです、何これ、じゃこれが、ね、ちょっと待って、同じ、あ、これが同じ箱、何、ありがとうございます、みんなでも似てない、うん、箱の大きさ、箱は多分一緒、これが茜ちゃんだね、はい、ちょうど
なんどんぐらいの大きさって言えのかな、これは。結構でもちゃんと重みが、ねね、でこれはなこちゃんかな。ありがとうございます。何、はい、クリスマスプレゼント、ハイブランドのグッチ、はい、どうぞ見てください。俺は、え、いや俺はわすごい、え、ちょっと素敵な、マフラーです。マフラー、あ、マフラー、はい、マフラー、あ、色違う、ほら、違う柄の素敵、あ、女性っぽい、マフラー、これは、ね、あ、逆だ、すごい、りょうたくんとあかねちゃんの逆だ、逆かい。ごめんなさい、ちょっと触っちゃったなこちゃんのはピンク、あら、なこちゃんっぽいね、かわいい、え、かわいい、そう、だからなこちゃんとあかねちゃんのは色違い、素敵、そう、なこちゃんのがピンクで、あかねちゃんが青、たかし、そう、で、りょうたくんのがブラウン、ブラウン、ベージュ、うん、いや、マジのやつじゃん、おしゃれ、上のめっちゃかっこいい、ちょっとシックですよね。いや、シックですよ。グッチグッチしてないというか。そうそう、うん。ちょっとだけマークがついてて。これ裏、すごい。おしゃれ。そうだね。あかねちゃんと、はい、なこちゃんのは裏表使える。うん。リバーシブル。すごい。かわいい。かわいい。りょうたくんのも使えるかな。使える。うん。うわぁ、すごい。え、待って、俺の声聞こえてないのかな。うわぁ。俺結構騒いでんだけどさ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ寒い冬を。また寒くなるから嬉しいですよ。いや、めっちゃ可愛い。なこちゃん可愛い。なこちゃん可愛い。本当ですか、似合ってます、うん。これはもう、もちろんね、写真はこれみんなで後でね、巻いた状態で。あかねちゃんも可愛い。やったー。あ、りょうたくんも似合うね。ありがとうございます。うわ、うん、ちょっとしよう。で、これ、一人一人や。あ、はい、卒業ありがとう。あ、こんな今、グッチおしゃれな、なんか。ありがとうございます。どうやって締めるのか、おしゃれかな。ありがとうございます。ぐるぐるでいいんじゃないですか、普通に。うわ、いいね、やっぱクリスマスプレゼントっていいね。ありがとう、いやいや、急になんか、これもびっくりしましたね、サンタさん、ちょっと待って、今年もよろしくお願いします。ちょっと待って、ニカサンタ、ただし、どういうこと、逆特別扱い、何これ、彼女ができただけありがたいと思う。どういうことだよ。いや、クロちゃん、それは急に欲張りですよ。なんで、いやいや、あんた首巻いてなんか楽しそうに急に欲張り、コーヒー飲みながらよく言ってたもん。あなた、それは欲張りですよ、ね、いや、ちょっと、え、なん、じゃないよ。いや、もう、だって彼女さ、リチこれ聞いてるからさ、俺だけもらってないとかわいそうってなっちゃうからさ。いや、そしたらまたリチさんが大丈夫よ、アキくんって、あっくんって、うん、あっくん、あきくんはダメだ、あっくんってそれミク、ミクが言ったやつだから、あっくん、私があげるよって言ってくれるんじゃない、うん、うん、何を、クリスマスプレゼントと愛を、愛を、うん、いやいや、グッチも私は苦しませないってもう終わりにするよって言ってたもんね。じゃじゃ、ピリオドうちに来たよ、うちに来たよ、かっこよかったな。いや、うん、俺もなんか、あ、お姫様と王子様かなと思っちゃったけど、うん、え、タカシなんかちょうだいよ。いや、もう日頃の行いですね。なんだよ本当に、なんだよ本当に、急に諦めた。幸せだからもらえないパターンとかあるの。全然ありますよ。いやいや、そりゃそうよ、当たり前じゃないですか。これは幸せじゃない。どんだけ幸せになりたいの。そうよ、うん、十分でしょ。不幸なやつしか渡さないって聞いたことないんだけど。クロちゃんから何かあげたことある今まで、何か与えた。何ももらったことない。メンバー誰にでも、うん、自分だけじゃん、自分だけ幸せになってさ、うん、だって写真も載せないし。本当だよ、何にもやってくんないじゃん、自分ばっかじゃん。裏で生配信するし。本当だよ、そうだった、過去の先輩が、うん、まあけど、まあいろんなことあったけど、まあこれでちゃんちゃんしましょう。ちゃんちゃんしましょう。いいです、これちゃんちゃんしますなら、ちゃんちゃん、じゃあメールが届いておりますので、もう一回、はい、リチメール読むよ。何言ってないよ、毎回リチちゃんって言ってくれ、リチちゃんって。やるげつの、ラジオネームあられさん、ありがとうございます。2003年もよろしくお願いします。お願いします。モンスターラブの最終回見ました。あまりにも積極的なクロちゃんの姿を見ていられませんでした。あら、キモいからきついのかと思いましたが、うん、キスマイの皆さんがメンバーの濡れ場は見れないとおっしゃっていたのを思い出しました。まさにその心境かもしれません。今後どのような心持ちでやる月を聞くべきでしょうか。いやいや、もうそこまで来てんねや。あら、結構だな。結構ダメージ食らってる。ダメージな、ダメージ食らって、なんか積極的なクロちゃん見てられなかったって。そう、どこのシーンだろうな。全部よ、全部積極的よ。全力でやらないとさ、恋とかなんでも全力でやらないとさ、掴めないからね。確かにあれはすごかったけど、うんうん、どう、自分で見てどうなの。泣く
泣く？めっちゃ泣く。感動？感動。あれ見返すとってことですか？いや、なんかあの時の気持ち思い出して、あ、こういう時こうだったんだなと思って。あ、相手の気持ちを思ってってこと、うん、なるほど、ね。とか、なんか自分が、なんか、あ、今、うわ、振られたどうしようっていう感情とかがはっきり出てきてるから。うん。そっか。こう、まあね、ちょっと直視できなかったと、やる月リスナーとしては。うん、え、どういうことだって、だったら、だキスマイの、うんうん、まあ、どうなんメンバーの濡れ場見れないってこと、キスシーン。見れないですね。キスシーンとかは、うん、もう見れますけど、うん、去年、千賀が濡れ場、を中心としたドラマやってて。中心とした。濡れ場を中心とした。夫婦円満レシピっていう。はいはいはい。それはちょっと見れなかったですね。あ、そうなん、はい。恥ずかしいんですか？恥ずかしい。だから俺もちょっとクロちゃんの見ながらは、ちょっとキスはね、なんか恥ずかしかったの。恥ずかしい恥ずかしいとキモいの狭間でなんか。忘れてよ。キモ恥ずかしい。いやいや、恥ずかしい。キモ恥ずかしい。アンガールズみたいな。感情が大変やぞ。なこちゃんはメンバーとかはどう？メンバーとかがキスシーンとかドラマとかある今まで。今まで？うん、まあ先輩とかでもいいし。さしこちゃん、さしあらさんはありましたね。うん、で、撮影現場いたんで、うん、実際にそのシーンの瞬間だけは目をこうやってもう背けて見ないようにしてました。やっぱり気になるんだ。ちょっと嫌だ、嫌だなって。気になるけどなんか、私はそん、当時結構幼くて、もう本当中学生とかだったんで、うん、見れない見れないみたいな感じだったんですけど、今だったら、うん、見ちゃうかもしれない。見ちゃうかも。メンバーと一緒にいたら、そのシーンとかも見れると思います。逆に、なこちゃんがこの先女優さんとかなって、はい、周りに、まあその時はメンバーはいないと思うけど、はい、他の方に見られるのは別に恥ずかしくもない。どうなんだ、恥ずかしいかもしれない。俺たちに、うん、そのキスシーンとかドラマとかで見られるの、恥ずかしいです確かに、なこちゃんのキスシーン見れんのかな。あ、確かに、あかねちゃんのもちょっと恥ずかしいかもしれない。確かに、うん、うん、恥ずかしいかも。私でも何回かもあります、キスシーン。どうやってすんの、どうやってすんのどうやってすんのおっさんって。うん、いや確かに亮太くんでもちょっと気持ち悪いかもな、ね、あ、自分でも思いますね。ね、自分でも、ね、あの声優でのキスシーンはあるんですか？あ、もう全然あります。あのアニメとかもそうですけど、キスなんかそういうあのドラマ CD とか、うん、それ本当にするんですか？え、それ本当にするんですか？いや本当にはしないですよ。あ、びっくりした。ちゃんと音とか音ってどうやってちょっと出せる、ここで、うん、チューの音出せる、うん、出せる。でこうなその後クロちゃんがチューの音出してうわ任せて、ね、でもそのチューのあれにもよりますけどね、そのシーンのそのチューのね、あの種類にもよりますけど、なんか幼い感じの初めてのファーストキスみたいな感じの、ちょっと可愛らしい、やったらなんかこう、あ、できるかな。マスク外してくれて大丈夫ですよ。でもなんかいろいろやり方あるんですけど、こう普通にこう見ないでジャンとか、あ、それでこの指使ってやったりとかね。クロちゃんのチューの音だけ聞かせてもらっていい？吸うなって、吸う、そうやろ、ところてん食ってる、ところてん食ってる、吸う音じゃん、ところてんかも。ところてん。バケモンじゃん。違うじゃん。確かにバケモンだね。バケモン人間ヒューマン。顔の足がでかくなって人間来るときは。いやいやいや、ごちそうさまでしたじゃないのよ。なるほど。確かにちょっと、やる月メンバーだと、ちょっと恥ずかしいのかもしれないな。あるかも。まあ、これからどのような心持ちでやる月を聞くべきでしょう。まあ、別物と考えていただいてね。うん、まあ、ね、そうね、別に。だって毎回、この、やる月の中でキスシーンなんかないからね。うん、まあね。確かに。確かに。まあ、普通のクロちゃんだと思って聞いていただければ。お願いします。普通のクロちゃんって何だかわかんないけど。続いて東京都ラジオネームさよちゃん、ありがとうございます。2023年の私の目標は心に余裕を持って毎日を過ごすこと、やる月にたくさんメールを送って読んでもらえるよう頑張ること、うん、目指せ準レギュラーですと。おー、やる月の皆さんの2023年の目標抱負は何ですか。また、2023年もやる月楽しみにしています。そして皆さんの健康と活躍を願っていますと。わ、ありがとうございます。まあね、あんま言うもんじゃないからね、うん、目標とか抱負とかね、うん、でもいいよ、
どっちなの自分で土地落として開けたじゃない目標ね。目標。まあ、リチと付き合うことかな。折れんだよ俺んだよ。リチと飲み行くことか。いや、折れんだよリチを LINE グループに入れることか。いや、折れんだよリチをファンクロに。リチをファンクロに。すっごい炎上しそうだね。俺だけいるなって。なんかあります？目標。あでもそれこそ、うん、あの去年の年末とかの雑誌とかで、うん、やっぱ来年の抱負とか聞かれるじゃないですか、うんうん、その時に言ったのはやっぱり本当に去年1月にコロナになって、はい、それツアー中だったんですよ、うんうん、何箇所か穴開けちゃったんで、はい、2023年は本当に健康第一だなと思いました。確かにね、本当に体調崩すと仕事ができないことが本当に辛すぎて、うん、十何日間もう家にいたんで、そっか、その時長かったですね。長い長いよね、うん、確かに。だから本当に健康でいることが目標。なるほど、健康に毎日過ごすと。はい。うん、まかにちゃんあります？私なんだろう。目標。私本当ここ 1,2 年で撮ってた作品が2023年めっちゃ出るんですよ。まだ解禁されてないものも含めて。だからそれをとにかくちゃんと届けるのがまず一番かなって。なるほどね、うん、俺マジでちょっとクロちゃんに刺激受けたわけじゃないけど、うんうん、ちょっとマジで、おちょっと目標は結婚ですね。えやっぱり、うん、もうそろそろ、リチと折れんだよ折れんだよ早いな折れんだよ早いな。いやでもリチは冗談だとして、いや当たり前だよまあでもちょっとクロちゃんから刺激受けた部分もあるし、うん、やっぱりちょっともうこの年になってちゃんと恋愛をしてちゃんと結婚に向けて、うんうん、素敵、うん、素敵、家庭を持てるような人間にならないとなとは思いますね。え、今ならそういう感じの、なんで上から喋ってんのよ。わかります？そうやね、未満なんで、はい、はい、すいません、はい、未満、師匠なんです、すいません、未満です。え、今ならそういう感じの、はい、いい感じの人はいるんですか？いや、いないんですよ。じゃあまずは付き合うことを目標した方がいいんじゃない？そうですね。うわ、もう立場が、それはしょうがない。そうでございます、うん、申し訳ありません。まあ、なるべく出会いも作れるように、いろいろ自分で、もうクロちゃんもそういう風にしてたじゃないですか、いろいろ出会いの場に行ったりとか、コロナになかなか行けなかったりとか、だけど、まあ、自分から積極的にね、うん、行ってやっぱりその、うん、相手をいい人見つけたいなと思って。坪倉さん積極的に行けるタイプなんですか？もう行く。あ、おお、クロちゃんに先に結婚するわやっぱり。お、だから今はいないでしょいないんだから、はい、すいません、飛び級とか無理だし。あ、そうですね。で、あの準備期間ないのにそんなことすると、はい、ね、すぐ離婚しちゃうから。そうですね、まずは付き合うことを目標してください、はい、すいませんでした、ちょっと飛び級狙いすぎました、はい、すいませんちょっと本当に胃の中の蛙ですから気をつけてください。彼女いるもんね。彼女います。まあ、僕だから僕はきちんと今のステップアップとして、うん、僕は結婚。あ、リッチ結婚。あ、なるほどね、はい、誰と？いや、リッチだよ違うこと言ったら大変なことになる。聞いてんだから、うちの彼女。ミクですか？え、ミクですか？ミク、ミクはほっぺに一応、いやいやいや、いらんか。おい、ああ、今のだった。みちょぱも大丈夫。みちょぱあれ失礼よ、リチョパみたいな言う人。超最低、あれ。最低ね。いや、まあまあ、リチョパいるから大丈夫っすよ。みちょぱ、本当に唖然としてたからね。してやったよ。ひよたくんはあります？僕はまあ今年もやっぱり引き続きガンダムになるっていうのが目標ですね、うん、ガンダムになる、ガンダムになる、お、はい、なるほど誰も深く聞かないで声優を先取ります。はい、ガンダムになります。なるほど。なこちゃん、なこちゃんもうまず卒業があるので、うん、HKT の、うん、それまではやっぱアイドルとしての思い出をいっぱい、ファンの方とも、うん、メンバーともいっぱい作ろうかなっていうのが一番の目標で、ねうん、卒業してからはやっぱりこう俳優の道に進むので、うん、もうまたゼロからのスタートだと思って、うん、真剣に取り組んでいこうと思います、うん、どんな一年になるんだろう、いや私も全然想像つかなくて、ね、ワクワクです。成長が楽しみですよね、なこちゃんは。頑張ります、うんうん、
頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。このメンバーでラジオも続けていけるようにね。はい、頑張りましょう。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、続いていきましょうか。はい。続いて、大阪府ラジオネーム、橋本チワワさん。ありがとうございます。私の一家は毎年お正月に必ず親戚一同が揃い、兄弟、いとこが多く30人ほど集まります。すごいな、すごい。すごいね。一番楽しみにしていることは全員で記念写真を残します。私が生まれる前からの恒例で成長過程が見れたり、当時を振り返りながら今年もみんなが元気に揃ったと実感する大切な一族の宝物です。すごいね。皆さんは毎年どのようなお正月を過ごしですかと。あ、でも俺も前すごい多かったのよ。小学生ぐらいの時、30人ぐらいいたかな。すごい。そう。でも最近はあんまりちょこちょこ、まあコロナもあるし、みたいので、あんまり、まあみんなだんだん、まあそういうお年いってたおじいちゃんとかが亡くなってったりとかしてって、だんだんなんかそういう集まりが減ってったけど、でも実家は帰るかな、正月は。元日ですか。そう。で、甥っ子と姪っ子いるから、会いに行って、まあお年玉だけなんかあげないと納得しない顔する納得しない顔するそれだけ渡せば、はい、なんか1年持つから言ってこないしそうおじさんとしてのプライドを保てるから一回渡してありがとうございます照れちゃって照れてちゃんとありがとう言いなさい言われてありがとうだちっちゃい可愛いじゃん可愛い可愛いいいですね。まあそれはやるかな。そこにお年玉あげてまあ親とまあご飯食べてお酒飲むぐらいかな。あとはまあ旅行とかも行きたいけどね。行きたいですね。海外とかもね。まだ今年は行けないかな。行けないかな。そんな感じ。他は皆さんどう決まったお正月あります？毎年ここでこうするみたいなとか、まあここの神社行ってお参りするとか、初詣行くとかなんかルーティンみたいなあります？初詣はもうあの、この間も言いましたけど、車崎神社に、京都の芸能神社に。ちゃんと帰るんですか？大阪帰る、実家は。あ、大阪帰ってますよ。その時みんな集まるの？いや、でもね、まあ、あの、集まったり集まんなかったりですけど、でも、ほぼ、最近全然集まってないですね。まあ、ほんまにあの、おかんに会ったりとか、まあ、あの、兄弟がいるんで、まあ、兄弟もあの、大阪にはいないんで、まあ、集まれる。やつだけ集まるみたいな感じですけどね。実家としてはちゃんとあるんでしょ。実家はそこに集まるみたいな決まりはないんだ。まあ決まりはないですね。やっぱ親戚も結構その各方々に散らばってるというか、あんまり近くにいなかったりするんで、集まるのもね結構ほんま法事ぐらいしか集まらんかなっていう。なるほどね。お金ちゃんは熊本？私はまあ帰ったり帰らなかったりなんですけど、その、まあ、帰れたら年末から帰って年越しは絶対ジャンプするんですよ。ダサ。地球じゃいなかった。絶対ジャンプするんです毎年。ね、帰れなかったら年始とかに、でも絶対どっかは帰ろうかなってしてます。都内でまあ年越しするときはまあちょっと都内の方でどっか旅行行ったりとかはします。毎年誰かと過ごすみたいなのはいいの？友達と女優さんの仲間とか。結構バラバラですね。家族と過ごしたり友達と過ごしたり、仕事の状況にもよりますね。なるほどね。でも絶対ジャンプします。なんもジャンプじゃないのか。そんな珍しいことでもないし、結構みんなやってる、やり古してみんなやらなくなったやつだし、友達とちゃんと手つないで。いやいや、やだな。何歳？何歳か。27です。やだな。お兄ちゃんとかとも手つないでジャンプします。お兄ちゃんもかわいい。ジャンプの意味わからんな。ダサいかな。なこちゃんは家族？はい、家族とですね、韓国いた時カウントダウンライブみたいなのあんの？あります。そうか。そう、韓国行ってた時はもし休みだったら帰ってきてたんですけど、その去年日本に帰ってきて、去年の年越しはカウントダウンライブでしたね。やってその後に実家とか、そのままそのカウントダウンライブに家族みんな来てくれてたんで、そのまま福岡の方のホテルでみんなで、はい。
どんちゃん騒ぎだ。どんちゃん騒ぎする年じゃない。ジャンプしてみんなで。ハウステンボスでカウントダウンライブあるんで、2時間ぐらいかかっちゃうんですよ。やっぱ帰るのに。だからやっぱ車の中どんちゃん騒ぎだ。あ、どんちゃん騒ぎですね。車ごとジャンプして、ジャンプして、箱乗りして。体力上げまってな。で、今年もカウントダウンライブあるので、同じ感じですね。でも、家族みんな来れないので。あらら。あ、そうなの。東京帰ってきてから、みんなで集まってみたいな、はい、うん、親戚いっぱい集まったりとかしないの？全然集まったことあんまりないかもです。いっぱいいる親戚は？そんなにいっぱいまではいないですね。なるほど。クロちゃんは実家は帰る？実家は、まあ、まだ決めてないですけど。今年なんてやっぱりまだね、まあ、放送的には2日だけど、うんうん、ね、実家に連れて帰って、うん、あ、まあまあ連れて帰りたいかなと思ってますけど、けど今までのルーティンで言うと、うん、でもあの年越しのあのちょうど正月になった瞬間に、うん、高港とジャンプしますんで、うちも ジャンプしますよね。やっぱ高港、これさ、高港さんはまあ別にも多分意識はしてないだろうけどさ、リチ、うん、ちゃん的には高港と仲いいみたいな嫉妬はないの？嫉妬はね、言ってもやっぱ女性じゃない、うん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 、まあ、けど高港のことももともと好きだし、まあね、そう、あのやっぱ AKB48 とあのがっつりな年齢だから、うんうん、だから高見なと会えて喜んでたし、 あったんだ。はい。へえ。じゃあそこにリチも一緒にジャンプはしないの？まあさせようかな。させようか。でもするんじゃないリチも。したいでしょ。あの一回するしたけどさ、あのリチって言い過ぎだから。二人とも。何が？いや、リチちゃんとか、リチちゃんとか。リチジャンプできる？いやできるよ。めっちゃできるよ。リチ手つなげる？手なつ。めっちゃつないでる俺は。そのジャンプして、まあだからでもリチ熊本行かないの？いやいや、もうちょっとリチ分かんない。熊本諦めた。まあ姉さんだからね。リチよ、リチって何歳ですか？リチって何歳ですか？多分26だと思います。じゃあ後輩か。いや、本当にマウントだね、本当に。なんかじゃあ聞きたいことある？リチ先輩に。リチ先輩、リチ先輩。でもクロちゃんはその、あの例えば外でその一緒にお散歩してる時に見かけられたら、うん、声かけられていいんですか？かけられても責任になる、めっちゃ、うん、まあ、別にかけてき来られてるし今も。あ、そうなんですね。もし俺とかさあったら話しかけても大丈夫なの？一回スルーするかも。で、俺車乗っててあったらちょっと引きかけても大丈夫？覚えとけよ。引っ掛けるって。クロちゃんだけリチンが手出さないから。いや、覚えとけよ、ほんとに。別に俺守るつもりもないからな、まだ。なんで引こうとすんだよ。多分俺も近いんだよな、家な。そんな遠くないんで。あ、多分ね。ね。あ、そうなんだ。そう、だから会う確率はあるんで、高いと思うんで。おー。だってクロちゃんって一回パチンコ屋だったもんね。坪倉さんって気がつかずに俺横座ったからね。でかめのハゲ座ってきたから、なんだろう。いやいや、もう小さめのハゲが座ってたな。え、リチもパチンコ行くの？おい！いらないよ。けど、もしかしたら俺がいるかもと思って、なんか覗いたりはしてたみたい、昔。すごっ。探してみて。言ってたもんね、なんか、家が近いのは知ってたから、もしかして毎回、毎朝会えるかもしんないって言ってワクワクしながら。すごいな。え、リチいつからクロちゃん好きだったの？先輩つけなさいよ。お嬢ちゃん。いや、5年前ぐらいから、なんか家の近く住んでんだなって気がついて、うん、そっから意識したっぽいけどね。あ、リチすげえ。おい、一番リチっていうようになってるのそっちが。二階堂くんはどうですか？お正月は決まってる家族。毎年友達と二人で温泉旅行行ってました。友達2泊3日で、うん、おでもコロナ禍になってもう行けてないんで、多分これも家で聞いてると思います。そうだ、今年ももうどこも行く予定ない。スナックとか、あの言ってた。あ、そうです、そうです、そうです。スナック行ったりとかっていう温泉が行ってましたけど、うん、行かない、行かないと思う、うん、もうちょっと落ち着いたら。そうですね、もうちょっと落ち着いたらかな。落ち着いて、うん、そうね、はい、またね、一月また迷惑かけちゃったらね。そうです、そうです。シャレになんないから。仕事できないね、だからね。落ち込みが半端じゃないよ。なるほど。じゃあ家族で特に会うってない、ないの？家族は家族で旅行行ってるんですよ。それは二階堂くんが行ってきなって言って。そうです、そうです。おお、なるほどね。そう、与えるのが仕事だから。いやいや、
あれのジェジャブルありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もらってないんだけどな。はい。ということで、今週はメールここまででございます。ありがとうございます。メールの宛先をりょうたくんお願いします。はい。メールの宛先は yarugtsu@mbs1179.com。やるげつ@mbs1179.com です。2023一発目ですよ。来ましたね。2023年一発目何がかかるんでしょうかね。そうね。何かな。実際本当に何がかかるのか。あ、リチ。都内某所か。え、都内某所。あ、そこまで都内某所いいんですか。リチオーバーザレインボー。リチオーバーザレインボー。言葉的に一緒だけど。かかるかなってことね。そんなね、まあ二人のね、この祝福するかのように。ね、ここで大きな虹でもかけますか。そんなやり方。2023年も皆さんどうぞよろしくお願いしますということで聞いてください。まだか、まだ入ってないね。まだどうした、どうした、調子悪い、ちょっとおかしいね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。まだ2022年かな、もしかして。にじちゃん22。ちょっとアクセル緩めようか。もうちょっと緩めますか。ゆっくりゆっくりゆっくり行きましょう。始まったばかりだから。まあそうですね、まだね1月もね始まったとこ、2023年ぐらいでいいよ。始まったとこですからね。ちょっと一回皆さんあのね、あの喉でも潤しながらね、はいはい、待っていただいてね。まあこのもうそろそろ多分こうちゃんちゃちゃんちゃんってね流れてくるかと思いますね。ほんまに飲んだろうね。あ、わかりました。2023年も皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで聞いてください。岩崎亮太で虹オーバーザレインボー。カーレーター、我が家坪倉です。 MBS ラジオ AM1179FM906、 あっぱれやってます。みんなでやってきます。さあ、このコーナーはやるげつ6人が初めてやることを全員でやってきて感想を言い合うコーナーでございます。はい、はい、前回は札幌一番の47都道府県レシピを作って食べてくるでしたけども、はい、ね、なこちゃんだけちょっと顔が写ってない写真でしたけど。あ、すいません。はい、クロちゃんが違うの作った。あ、クロちゃんどうだった、あれ送った。新しいの作りましたね。送った。送ってはないです、まだ。何もやんないな。すいません、ちょっと声に浮かれてるんでごめんなさい。やばい、武器を手にした。すごいな、それ言えば何でもありじゃないから。それもちゃんとやんないと、はい、そういう頑張ってるクロちゃんが好きだったわけだから。いや、あのキモい僕が好きだったらしいから大丈夫です。キモいクロちゃんが好きなの。はい、でもこっちで約束したことはちゃんとやってください。はい、わかりました。あ、腹立つな。余裕がある。余裕、なんだこいつ、今年ムカつくな。ねえ、去年はムカついてなかったんですか。去年全然ムカついてない、かわいそうだから。下に見てたんだな、本当に。さあ、というわけでございまして、今週は、はい、12月25日に行われた有馬記念の馬券を買って挑戦するでしたけども、はい、はい、まあそれぞれ、まあ、自分で買った方もいれば、事前にスタッフさんに連絡して、はい、3000円分これとこれとこれを買ってくださいみたいな方も いたと思うんですけども、はい、僕はちなみにスタッフさんに言って、はい、何日か前に言って、はい、でこの、番号で、これとこれとこれを買ってくださいっていうのを3000円分言いました。はい、はい、ちなみに、お、僕は、はい、1000円ずつ。おぉ、1000円ずつ。1000円ずつ3連単。お、そうですね。3種類。来ました。はい、結果、はい、外しました。すいません。外れか。はい。182529。うん。1179。あ、結構バラバラ。バラバラ。1179はまあ、1179ね。でやってみて、はい、18、俺買った時はちょっともう、まだ、馬番とかそういうのはまだ、出てない時だったから、予想もちょっとできなかったんで、うん、まあちょっと、まあ自分に関連する数字を、うん、うん、やって182はまあちょっと母親の誕生日にちょっとにちょっとかかってるところがあったんで、そこをやって529は52年9月生まれなんで、9月9日なんで、あ、なるほど、529にしたの。まあ実際は3連単が935、はい、939と5入ってたんだね。あ、順番は全然違ったけど、うん、なるほど、うん、まあちょっと全然なんか、うん、もうちょっとギリギリで変えるかなと思ったけど、そっちにしようかなと思ったんだけど、うん、うん、なんかなかなか、
まあ、情報少ないと難しいですよね。情報しかしかないですよね。その、まだ出る前に、この、イクイノックスが強いっていうのはなんとなく聞いてた、そこが。うん。でも、うん。まあでも、どう、まあでも来るかな、みたいなので、結局ちょっと、スタッフさんがせっかくね、3000用意してくれたんですけど、はい、ちょっと残念ながら、水の泡というか、はい。うん、僕はダメでした。すいません。皆さん本当に期待してくれて応援してくれた皆さん、本当に申し訳ございませんでした。そんな期待してたみんな僕のね、本当に期待してくれたと思うんですけど。いやいやいや別にその期待感なかったよ、全然。一ごめん、外した。いや、知らないよ。続いていきましょうか、はい。僕はちょっとダメでしたけど、続いて、はい。りゅうたくん。はい。僕のまあ、いろいろかけたんですけど、うん。あまあいろいろね、どのぐらい買ったの？入れたんですけど、まあ、1、2、3、4、5。5種類かな？ 5 種類も。5種類ちょっと買いまして。まずね、まあこの、やる月でも、かけさせていただいた、これ、ヒプノシスマイクの、はいはい、はい。大阪のその大阪ディビジョン、ドツイタル本舗の、このメンバーの名前。ほうまずリーダーが、ヌルデササラ。うん、で、3。で、土森ロショウのロで6、うん、で、アマエドレイのレイ、0がないんで10にしたんですよ。10。なんで3、6、10の3連単に1000円と、3、6、10の3連服に500円かけて、まあ、500円入れまして、買いまして。で、あとはですね、7、1、まあ、17の、生まれに500円買いました。これは僕のまあ誕生日が、まあ7月1日、7月1日、はい、っていうのと、おかんの誕生日が1月7日なんですよ。あ、そうなんだ、ね。なんでも、生まれんで、どっちでもいけるってことで、うん、はい、500円買いまして、はいはいはい、まあ、あとはね、まあ、11、7、9の3連単、僕も買いまして、あ、なるほど、500円買って、最後は、8、6、2の3連単に500円。はい、8、6、2なんで、これは、やる月の語呂合わせ。や、やる、八、うん。と、やる、まあ、無理やりなんですけど、る、六、うん。で、月のつ、二、うん。あー。八、六、二、三。500円の馬で、三連単に、うん、買いましたけれども、まあそうですね。全然ですね。全然ということで。全然ですね。全然だ、ね。俺の方がまだ惜しかった。いや、ほんまに、もうリチごめんな。ほんまに。いや、なんでだよちょっと言ったんだったら絶対受けてね。うん、リチって言葉出すんだから、ね。そう、頼むわ、本当に。ほんまにね、ほんまにもう、そういうことです。残念ながら。はい。難しいよね。誰か当たってんのかな。なこちゃん。はい、私は4つ、ちゃんと調べて、馬の写真とかも見ました。え、すごい。で、あとツイッターで調べたりして、うん、なんか体格がいいとか書いてる人もいて、あ、そういうのも人気のポイントにあるんだって、うん、すごい知ったりしながら、しっかり選んでる。馬の名前をこう言って、すごいちゃんと、はい、伝えたんですけど、3連服が2枚で500円ずつで、うん、4716、うん、5913。だから5と9は終わったんですよね。あと1個でしたね。なるほど。で、あともう2枚は、これ、頑張れ、何でしたっけ？頑張れ馬券？馬券、うん。13番のタイトルホルダーに、単勝と副賞。で、馬券に本当に頑張れって書いてあるんですよ。それがすごい可愛くて。タイトルホルダー推しだったってこと？なこちゃんは。はい。タイトルホルダー推し。残念ながら。残念でした。難しいですね。まあ、難しいよ、ね。なんか惜しいって思っちゃうけど、惜しくもないんですもんね、多分。まあね。はい。さあ、続いていきましょうか。続いて、二階堂くん。はい、僕もスタッフさんに伝えました。はい。で、周りにやってる方がちょいちょいいたので、うん、聞きながらやって、やっぱ、イクイノックス、うん、やっぱりもう、ダントツだ。これはダントツ一番人気だから、これはちょっと入れといた方がいいんじゃないっていうことで、はい、それ入れました。はい、で、あともう、僕が買ったの594なんですよ。イクイノックスが何番でしたっけ？9番です。9番で、5番のジョッキーの方も海外の方だったんですよ。うん、はいはい、で、まあ、なんとなく、本当勘ですね。で、4番が武豊さん。あ、これなんとなく、うん、名前聞いたことある、まあね、もちろん有名な、はい、で4番入れたんですけど、だから3連単で一発掛けです。あら、おお、3000円、3000円かっこいいね、勝負しね。で、
もうダメでした。まあね。あでもちょっと惜しかったかもしれないね。そう、5と9は入ってたんですよ。そこでね、難しい。9、3、5はね、なかなか。5を1着にした。9、1着5、1着です。あ、うん、5、惜しくない。5、9、4。惜しくない。惜しくない。いやいや、そんなこともないでしょ。たかしが一番欲しくない。一番欲しくない。いや、一生やらん。いや、そこまでよ。一生やらん。さあ、あと2人当たってるんでしょうか。どうだ、これ絶好調の、去年末から絶好調のクロちゃん。はい。いかがですか。私はやっぱりね、その、たかしとか、うん、まああと、坪倉さんとかがさ、うん、結構、うん、まあなんかその、少ない点数で買おうとしてたりとかするのを、うん、なんか前回のね、はい、時に思ってたから、うん、そんなことしても、来ないよと、運は。絶対だからこの中で、一人は絶対当てないと、格好つかないから、うん、おあ、もういろんな、もうばらまいてっていうか、細かく細かく、はい。そうですね。当たることが絶対に大事だと思ったんで。なるほど。大きく出るよりも、マジで当てに行く。当てることが大事だと。当たらないとやっぱ、番組的に。下がっちゃう。なので、俺は、3000円で30通り買いました。30通り !30 通り、はい。全部100円で。これは期待できるよ。こんだけか。で、この中で言いますと、はい、やっぱりね、この、今回のこの有馬は、うん、あの、いろいろね、あの、荒れにくいっていう話をね、言ってましたんで。順当だと。そう。だから結構、穴目が来なくて、うん、結構本命的なのが来るんじゃないかなと思ったのと、うん、あと、やっぱそうね、競馬やってる友達とかでいろいろ聞いてみると、ね、このタイトルホルダー13番の、うんうんうん、がね、やっぱね、凱旋門の疲れがまだ残ってんじゃないのかなっていう話とかもしてたので、すごい。そういうところも入れながら、頭、1着2着とかをもうほぼ本命にしまして、うん、で、3着をばらけて買いました。うん、あ、じゃあ1、2は、ほぼほぼもう決めてて、そうです、3の馬を変えたってことですか、はい、おー、すごい。なので、3連単ですか三連単ですね。三連単は100円ずつ。三連単やったら。すごいな。うん。まあ、だから当たっては9,740円。はい。なので元は取れてますんで。だよね。が見らないもんね。はい。で、うん、結果なんですが、はい。結果、うん。30取り買って、なんと、うん、おゼロー何えぇ、惜しかったいやいやいや。いや、これはだから、はい、1着2着を、うん、もう1番人気3番人気、いや、2番人気3番人気にしちゃって、うん。うんで、あとの、その、3着に、結構入れてたんで、うん、その、2着と3着が僕逆だったんですよね。あー、95で見てたってことですか ?953 だったら、で、買ってたんで、この中で言うと。あー、3連服にしてたら、当たってたんですけど。あー、そういうことか。2着になった、その、ボルト、グーフィッシュかな、これが6番人気だったんで、ちょっと入れなかったんですよね、2着に。あー、それで、どっちなんだ。はい。三連単じゃなければ当たってました。三連服やったら。ああ。そうだけどさ。惜しい、それは確かに。結構、もう。30通りやってもダメなんですね。ダメなんだね。30通りやって。何通りやるかっていう話ですよ。いや、やっぱもう確率だとめちゃくちゃ。いろんな人に告白して無理だったみたいなことでしょ。うん、いや、まだ最後2個当てればいいんですけど、ね、今回はなかったです。はい、去年の年末当てちゃったから。あら、そうね。あらば、はい、そうか。リチ記念当てちゃった。リチ記念当てちゃいましたね。意気込んじゃいました。すいません。なるほど。いや、当たんなかった。ごめんなさい。まあでも惜しかったかもしれないですけども、一番今までになったら一番惜しい。うん。さあ、最後、あかねちゃん。はい。ねえ。私はもう、1個です。1個 ?3 連単。3000円で、うん、ワイド。ワイド。ワイドっていうのは、うん、1、2、3位の馬が決まる、はい、うち2つ、うん、順不同で、うん、入れば、2頭とも、3位以内に入ってたら当たるっていうのを、はいはい、合計で当てました。すげー、持ってる。合計だとまあ2番人気だね。はい、2番人気だからまあ340円つく、だから1万ぐらい。おお、いった。3点何倍だから、そうか、マイナスじゃない。全然マイナスじゃないです。買ってるやん。しかも私これ本当にちょっと馬券勉強、あ、これ私当日も買いに行ったんですよ、うん、まあ、前日競馬新聞とかいろいろ見て、勉強、友達とかにも教えてもらって、うん、いや、イクイノックスは硬いよって言われて、なるほど、で、合
5は3と5で悩んだんですよ、うん、でも友達は3推しで、でも私は5がラッキーナンバーなんですよ。誕生日も5日12月5日の5番だったり、はい、あのアミューズ その全国オーディションで最終審査で残った番号とかも5なので、いや私は5でいく、うん、でもやっぱ当てなきゃ意味ないから、はい、その生まれん、うん、と悩んだんですけど、うん、いやちょっとここは安牌でいこうって言ってワイドにしたら正解だったっていう。これが生まれんだったら、友達は3って言ってたの？3の方がいいって言って、3の方が良かったやん。いやでも500円ついてるから。あ、そうです。でもあのでもいいですか、私いい結構、はい、有馬記念勉強してたら、うん、楽しくなっちゃって、うん、プライベートでも馬券買ったんですよ。あ、同じ別のやつで、他のやつ、はい、で馬連で3級当てました。え、何？1、2の馬を当てる馬連で、はいはいはい、その後3連複、うん、で3号機当てました。すげえ。全部でいくらぐらい？まず3万ぐらいになりました。えすごすごいじゃん。え、ビギナーズラック、すげえ。いや、あのそんなきちんと決めてビギナーズラックは来ないから、でも実力だと思うよ。すごいちゃんと勉強したんだね。めっちゃ勉強したし、めっちゃ手震えながら、てかもう本当にご飯が喉を通らないぐらい有馬記念緊張して迎えて、今もうやっと人に伝えられるから嬉しくて震えてます、すごいすごいすごい。本当に好きになったんだね、マジで。いや楽しかったです。うん、よかったね。あ、本当だ、本当に買ってるね。本当に買いました。めちゃくちゃ。三連複は7通り買ったんですよ、うん、イクイノックス軸で、だ9は絶対入ってて、軸で、すごい軸で言ってる。生まれに3級4万人気が出てるね。すごいじゃん。仕事来るんじゃないの、うん、競馬系の道やったよ。いやいや、そうい熊本の先輩やりましたね。すごい。いつも喜んでると思います。年末はじゃあ結構熊本が熱かったですね。ほんまや。すごいね。すごいけど、本当にそうならないと買わないもんね、自分でね。本当クリスマスより有馬記念でした、姉さんっぽくなってきたね。おめでとうございます。いや、かっこいいね、けど。いや、ありがとう、でも当ててくれて。ね、すごい。いや、もうでも、有馬記念やりますって言われた時から、うん、マジで当てに行くって決めてました。すごいなぁ。いや、本当に、30点買うんじゃなかったな、ほんとに。そうなったらマジで。保険かけすぎだよ。いや、本当に、恥ずかしい。さあ、というわけでございまして、あかねちゃんが見事、当てたということでございますけども、うん、来週、ね、宿題。あ、そう、今年一発目。はい、今年一発目でしょうかね。はい、ということで、たくさんメールいただいてますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。まずは東京都ラジオネームめぐるさん、ありがとうございます。うさぎモチーフの雑貨を持ってくるのはどうでしょう。2023年の干支はうさぎということで、お正月らしいうさぎのデザインのものでもいいですし、うさぎのキャラクターのものでも、何か気に入ったうさぎのデザインのものを持ち寄るのも新年らしくていいと思います。うん、続きまして大阪、ね、大阪府ラジオネームを橋本千和さん、ありがとうございます。お餅料理を作る。お正月にお餅が余りがちで、毎年お餅レシピの記事をネットや本で見かけることが多い印象です。ご自身で考えてきても、美味しそうなレシピを見つけてからでもいいので、作ってくるのはどうでしょうかと。うん、お餅ね、おもしろいかもしれませんね。さあ続いて、めちゃくちゃウケるなみんな。いな、まだ笑ってるやみんな。面白いぐらいウケるね。面白いぐらいなの。宮崎ラジオネームあやちゃんさん、ありがとうございます。スラムダンクの映画をみんなで見てくるのはどうでしょうか。それとても話題になってますし、岩崎さんが国連さん役で出演されているので、私も見に行く予定です。見た、これ。俺まだ見えてないの。俺もまだ見てない。私もまだ。なこちゃんは、うん、まだです。お、黒、うん、はい、タコミの宮みたいに言われた。見てないシーン。ああ、なるほどね。え、なこちゃんってスラムダンク知ってる？知ってはいます、うん、読んだこともある？ないです。あ、存在は知ってるけど何にも知らないです。スポーツ漫画好き？あんまり。私漫画は全然読んだことないんですよね。あかねちゃんはスラムダンク？私もう存在は知ってるけど見たことない。名前は聞いたことあるぐらい。なるほどね。じゃあ続いていきましょうか、はい、続いてラジオネームコマさん、ありがとうございます。引いたことがない神社のおみくじを引いてくるはいかがでしょうか。その神社によっておみくじの比率や内容もそれぞれ、うん、それぞれとも聞くので、皆さんの結果を聞いてみたいです。うん、黒ちゃんいっぱいあるからな。だけど引いてないところ全然あるよ。あ、う
俺も、もう習慣で見つけたら。一発で行きたいのに、クロちゃん何個か引いてさ、やりそうじゃん。大人買いダメなの？大人買い。大人買いダメなの？大人買いとかある。いや、いいよ、一個でも全然。うん、いやでもそれ信用できない。いや勝手に決めないでよ、ちょっとやるかもしれないでしょ。カモだしよ。カモだしょ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 。ダシャの部分何なんですか。兵庫県70年まなみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。自分の家のお正月料理をプレゼンするというのはいかがでしょうか。お正月、小学4年生の時に定期的にあったスピーチの宿題で、我が家のおせちというタイトルで自分の家のお雑煮やおせち料理を発表したことがありました。私は生まれも育ちも関西ですが、うん、お母さんが関東出身なので白味噌のお雑煮ではなく醤油ベースのすまし汁のお雑煮で毎年お正月を過ごしています。地方によっても味も様々だと思うので、皆さんのご家庭の味を写真かイラスト付きで紹介してほしいです。なるほどね、うん、分かりました。ということでございます。はい、さあこれじゃあもう多数決でいく。いや俺もダントツでもう決まってるな、はい、うん、出た、仕掛けてるな仕掛けてるな。で、これは本当に、はい、行きましょう。はいはい、まずはうさぎモチーフの雑貨を持ってくる。ゼロ、はい、あかねちゃん、うん、お餅料理を作る。お、違い、うん、ゼロですね。スラムダンクの映画をみんなで見てくる。はい、はいはい、おー4人。お、俺もいいのかなこれは、うん、どうだろう。ゆうたくんも、はい、5人ということでスラムダンクに決定しました。本当に見たかったな。本当に見たかった。見たかったね。ちょっと時間なくて。これ、ネタバレ厳禁というかね。かまだやってるよね、全然。はい。全然まだやってるよね。まあ、まあ、全然やってます。全然やってる。いや、どっちにしろ見たかったしね。うん、確かに、見たい。これはね、マジでね、見てほしい。うん、なこちゃん、大丈夫？気になります。だから、ちょっとキャラクター調べてから見に行こうかなと思って。あ、まあ、お父さんとか知ってんじゃないかな。知ってるんですかね。うん、多分、スラムダンク世代とかじゃない、うん、結構。いや、だと思うね。何歳だ、漫画読んでた方が面白いですか。いや、まあ、確かにね。でも、全然、一回見てから、漫画読んで、もう一回絶対見に行きたい。絶対もう一回見に行きたい。絶対もう一回見に行きたい。見てないのに思うんですか。絶対思う。俺ね、スタッフさんが話してるの聞いちゃってんの。うん、あ、そうなんだ。そうなんだ。え、そう。話の内容としては、全然、今までの関係ない話。その続きなの。いや、もう、何も言えないですわ、僕は。北島康介みたいな。何も言えない。何も言えない。そっか、じゃあ、見てみようかな。ほんますごい。絶対面白い。今までのそこまで詳しく見てなくても楽しめるのね。うん、で結構ね、いろんな携帯で上映してるんですよ。あれ音がいいやつとか。そう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 、音のいいやつ。うんうん、でもね、一発目で音いいやつ行くとちょっとあれなんで。なちょっとあれって何？一番最後、まあ、何回か見に行くんだったら一番最後に。はいはい。一番音いいところで。一番音いいの何なの今の映画で。今ドルビーかな、とかね。ドルビーかな。アイマックスじゃないんだ。アイマックスより多分上のやつがあるんですよ。だってスラムダンクで音がいいから何なの。いや、もうこれはね、もうボールの音とか、まあ、バスケシューズの音とか、キュッキューみたいな、キュッキューみたいな。映画館で音いいやつにすると全然違います。そうなんだ。映像もそうですし、本当にもう臨場感が全然違う。なるほど。まあ、いくらぐらい違うの普通のと。1900円、あ、違う、プラス500円ぐらいプラス500円、うん、まあ金額的にはね。でも中井ちゃんもね、競馬で勝ってるからね、余裕だよね。何回見るのかな、ね、いや、マジで見てほしい。なるほど。これは。クロちゃん誰と行くんですかこれは。一人で？リーチハチみたいな言うな。ハチじゃあ、二人の写真と、ね、判決。おぉ、いや、さすがちょっと、リーチは映さないけど。ああ、そうですか。ここは守ってあげるんだね。うん、そこは守るんだ。さあね、俺なんで。なるほどね。ということで、じゃあ、りょうたくんが出演してると、はい、いうこともありますし、はい、スラムダンク、はい、楽しみ、みんなで見てきて感想を言うと、はい、いうことで、よかった、でも俺も見たかったから、うん。うん、楽しみ。よかった、見なくて、逆に。俺も、あ、そうね、なるほど。見ようと思ってたんだよ、うん。さあ、というわけでございまして、以上でございます。はい、他にも、こんなことをやってみたらというのを、メール募集してますんで、あかねちゃん、アドレスの方お願いします。はい。yarugetsu@mbs1179.com。やる月@mbs1179.com です。以上、みんなでやっていきますのコーナーでした。はい。それでは、ここで一曲聴いてください。HKT48 で、あけないこないき。岩崎亮太です。 MBS ラジオ AM1179 FM906、 あっぱれやってます。
さあエンディングでございます、はい、あっという間でしたけども、ここでちょっと番組の方からお知らせがございます。はいはいはい。バクロちゃんのタレコミするシーンのコーナーですが、うん、現在幸せ絶頂のクロちゃんのドス黒い暴露が出ちゃうと目も当てられないので、うん、今週をもって終了といたします。ええしかも今回ないじゃん。そう、ね、今週をもってたらもう今週をもってってどういうこと。しかもなんかもうやりたくなかったんでしょ、どうせどうせもう来てないし、あどうせ、うん、あんまりすごい幸せになったら番組のワンコーナーなくなる。そういうもんじゃないの。だから優しいスタッフさんだから、これ以上なんかもし、うん、幸せなやつを落とそうとする風潮もあるじゃない。うん、確かに。だからそれをクロちゃんがある自分で暴露なんかあんだったり。いやまたそれがおかしいね。それだって俺読んでさ、暴露ちゃんのコーナーで暴露読んだらさ、ちょっと弱いなってクロちゃんあるって聞かれるのおかしいからね。だから今週終わっちゃうんだけど、まあそれでいい。あるんだったら言っといた。いや、あるんだったらって、今ない。いや、まあ、正直、まあ、リチを幸せにすることしかないから大丈夫ですよ。おぉ、終了。気象いい。気象いい。潰したってことで、逆に幸せがね、潰したってことで一つ伝説作ったんでありがとうございます。どういうことですか、どういうことですか、どういうことですか。リチー。リチー。リチー。無理無理。そんなパワーワードじゃないよ。違うんですよ。スタッフさんが守ってくれたんだ、クロちゃんを。だからもしかしたらすごい、クロちゃんのグロいのが来てたのかもしれない。いや、来てないでしょ。その幸せを妬む。クロちゃんが今まで幸せを妬んできたんだから。軽くうなずいてましたよ。うん。ほら。だからそれを出さないように。まあけど、来てたところで俺、法に触れること一つもしてないんで、多分大丈夫なしかないと思うんですけどね。でも、もしかしたら、リチが傷つくことかもしれないし、それはもう一人の体じゃないんだからさ。いや、リチが傷ついたら、俺はそれを、大丈夫って慰めることできるから、全然俺的には OK ですけどね。やる月ではリスナーの皆さんから我々のメールをお待ちしております。何でも構いませんのでお送りください。はい、宛先を、あかねちゃん、お願いします。はい、メールの宛先は、yarugetsu@mbs1179.com。やる月@mbs1179.com です。はい、というわけで今年からも皆さんよろしくお願いします。ます今週はここまでです。お相手は安田大サーカスクロちゃんと我が家坪倉とキスマイフット2二階堂と岩崎亮太と坂野彩茜と HKT48 矢吹奈子でした。さよなら。お疲れ様でした。新年明けましておめでとうございます。ハッピーガール稲見アンジュです。さあ新年一発目、あっぱれ稲見でございます。めでたい早い。そして1月2日、昨年は1月3日から始まってますけどね、1日から始まる日来ちゃうんでしょうかありえそうですけれども、さあさあ1月の2日皆さんはいかがお過ごしでしょうか。2023年、もうね、年明けたらやっぱ今年の抱負はとか聞かれること多いかなと思うんですけれども、もう毎度毎度違うところで違うこと答えてるんでね、何を言ったかもう一つも思っておりませんけれどもまあね、抱負なんてもう意気込みみたいなもんですからね、別にね。うん、そんななんか四方八方に意気込めばいいんですよって思って書いてますけどね。うん、その時その時なんでね。いや、2023年になりまして、稲見さんは今26歳ですから、来月で27歳になりまして、稲見アンジュとして役者初めて10年イヤーがやってきているぞという2023年なんですよね。だからいい年にぜひしたいと思っていますし、まあ、みんなにね、いいものを届けられる、もう先々にいろんなことが決まってるので、楽しみにしていただきたいなというふうに思うんですけど、やっぱりその、スケジュールっていうものがね、世の中にはありますから、いろいろ、それこそ新年の特番は年末に撮るとかがあるわけなんですけど、私もね、もう結構本当に今年は先々まで、まあ、毎年なんですけど、結構かなり決まっているので、
スケジュールなんていうのはある意味早いもん勝ちみたいなとこありますけれども、そうそう、なのでね、みんなに楽しんでもらえるものづくりを、作品づくりをお届けしていけたらなと、今年も一人一人の役に大切に向き合っていきたいなと思っている稲見杏樹でございます。まあ、1月2日月曜日、おそらく稲見さんは親戚で集まってるような気がしますね。毎年1月2日なんですよ、おばあちゃん家にあの親戚とかそのいとこたちがみんなで一堂に会するのが、なもんで、すごい、なんか、しっかりみんなに会えるといいなっていうのを、今、収録の現段階では思ってるんですけど、やっぱりね、東京にいて、みんながこう、一堂に会するっていうのは、なかなかさ、こう、みんなもね、ちょっとどうしようかなって迷うことだったり、あと、結構、それこそ、地元がすごく、まあ、東北だったりとか、その関西いいっていう人は戻ったりもするわけでしょ？だからね、どうしようか迷ってるよっていう方もきっといたと思うんですけど、まあ、やっぱり稲見って場所はね、変わらないのでね、ここにあり続けるのでね、もしね、暇してたりとかね、一人ちょっと寂しいななんて思ってる人がいたら、ぜひね、今年も心を温めるためにやっぱり稲見を聞いていただきたいなと思っている次第でございますんで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今ラジオを聞きの方、ツイッターでハッシュタグ、カタカナでアッパレ数字で173ツイートお願いします。そして、アッパレ稲見の公式ツイッターのフォロワーですが、今年も1万人目指していきますので、リツイートフォローお願いします。アッパレ稲見、1名様やってます。メールは、173@mbs1179.com まで。皆さんからのお便り、お待ちしております。今夜は番組の公式ツイッターさんで募集しましたリスナーさんのお正月についてです。ありがとうございます。じゃあ新年一発目読んでいきましょう。ラジオネームひらがなでトムジーさん、ありがとう。稲見さん、こんばんは。こんばんは。子供の頃のお正月といえば、普段会えないいとこたちと会えることがとにかく楽しみでした。あ、一緒ですね。たこ揚げ、コマ回し、福笑いなど、お正月らしい遊びもたくさんしたのですが、中でも白熱したのが人生ゲームです。あ、めっちゃわかるこれ。白熱しすぎていとこ兄弟が大喧嘩、それに怒ったいとこ母が、人生ゲームのお金をビリビリに破いてしまい、その後おじいちゃんおばあちゃん含めて、一族総出でテープで貼り合わせたのが今思うと面白かったですね。ちょっと切ないな、でも。稲見様、お正月遊びといえば何ですかといただきました。ありがとうございます。私はですね、人生ゲームももちろんやりましたけど、いや、これね、もうきっと時代だよね。人生ゲーム、テレビでやってたんですよね。それこそ桃鉄とか。ばあちゃんちのテレビに、いとこ、まあ、うちとかもそうなんだけど、うちの一番仲いいいとこの、お姉ちゃんとかがみんなでやろうと思ってって言ってゲーム持ってきて、ゲームキューブやったりとか、それこそやってたのよ、テレビにつなげて。Wii とかもそうだね。Wii も持ってきてた気がする、誰か。うちだったかな。で、持ってきてみんなでやるみたいなことが定番になってて。でも、それがない、そういうテレビゲームをやるっていう発想がない以前の話で言うと、カルタでしたね。私結構いとこ年齢めっちゃ離れてて、下の子もすごい下だし、6ぐらい離れてるよね、多分。で、上は上で、もう全然10とか違ういとこもいるので、結構ね、その私からしたらお兄ちゃんたちなわけよね。兄弟がいないから私とかは。お兄ちゃん、お姉ちゃんなわけ。が、やっぱり、一足、こう、文字読めたりするのも長けてるわけじゃない。だ、子供の頃あんまわかんないから、カルタを、読み手になってくれて、で、私たち子供、もうおちびっ子たちが、こう、撮るみたいなのをよくやってて、それがすごい思い出深いですね。カルタすごい楽しかったなぁと思ってて、今でも、もう、何、携帯があるからね、タブレットとかがあるからね、カルタとか、通じんの？え、カルタ、どうなんだろう、通じるかな。でもちはやふるとかね、あるもんね。ああいうのあるから、さすがに、まああれはちょっと違うけど、まあ容量は一緒だからね、通じると思うんだけど、もうなんかすっごいイラスト屋みたいな絵のカルタでみんなでやってたんですよ。本当にわかりやすい絵でね、動物とか。すごいそれが楽しかった思い出はありますね、カルタ。タコ揚げは学校でしかやったことなかったから、あんまり思い出は、
なんかね、学校であったんですよね、タコを作るみたいな行事。多分あった人もいるかもね。ぜひあったよって人はツイートしてほしいんですけど、私はあって、で、コマ回しとかもやってた。私は学童行ってたので、学童でコマ回しをみんなで楽しくやったりとか、あとベイブレードみたいなのとかもやったことあった。男の子に教えてもらって。ねえ、でも女子はみんなあんまわかんないから、わかんないとか言って、適当に違う遊び始めちゃうんだけど、やってたね。あと、なんだろう。でも人生ゲームはやっぱ無難に楽しいですよね。でも、お家でパパといるときは基本的にゲームやってたような思い出があるかな。あとはトランプ、とかやってた。ポーカーとか、そういう七並べとかもやったことある。七並べあんまかもしんないけど。でもそういうのをよくやってましたね。パパが意外とそういうの詳しくて、昔は子供たちに教えてくれてみんなでやったりとかもしてましたね。めっちゃ懐かしいな。いつからゲームでみんなで遊ぶようになったんだろう。でも、なんかね、ここんとこはマリパやってるイメージあるかも、子供が。なんかばあちゃんちって、ちょっと部屋分かれてて、大人たちがみんなで、こう、飯食ったりとかする場所で、最初みんなで乾杯するのもそっち。で、おこたがある方に移動するとみんながゲームやってるみたいな感じで、そうだね。なんか前、いとこに、正月早々いとこに会った時に、なんか学校でやってる、何算って言うんだっけ、クロスワードパズルみたいなのに文字書いてて掛け算するやつ。なんて言うんだっけ、あれ。え、なんだっけ、ちょっとみんなハッシュタグで知ってる人いたら。わ、全然出てこない。それをやらされたんよ。それを、ちょ、やってみてよ、姉ちゃんって言われて。え、いいよとか言って、やって。で、なんか、秒数測んのよ。それの速度が何秒か、みたいな。わーってやって書いてって、で、お父さんに採点してもらうみたいな、その子のね。したら、こう、文字、急いで書きすぎて文字がはみ出てるからこれ×とか。え？学校って厳しい。すごい、一瞬で学校を思い出して、ちょっと嫌だった。うわ、このシーンになってこの勉強は嫌だわってすっごい思ったの覚えてる。なんか、何かけ計算みたいなやつなんだよな。うん、そういうとこはやりましたね。やっぱ、おちびさんたちは、習ったことをすぐさ、大人に自慢したいじゃん。ね、それが可愛いなと思いましたね。さあ、続いてラジオネーム、ひらがなで、アングラさん。あんちゃん、おばんです。おばん。アングラ家の、お年玉事情についてですが、小学生以下の子供には、小銭のつかみ取りをするのが恒例になっています。ええー、面白い。成長に伴い手が大きくなるので、ああ、つかめるお金も多くなり、それでいて高額になりすぎないで、結構気に入っている方法です。稲見家のお年玉事情で何か変わったことはありますかといただきました。ありがとうございます。アングラさんちめっちゃいい。これ、超楽しいじゃん。あれじゃん、銀行行ってめっちゃ小銭下ろしていくんでしょ？大変だな。親は大変だ。それは、親周りはね。あ、それめっちゃいいじゃん。え、腰やろうかな。いとこに LINE してみようかな。ちょっと、二人で銀行行かないっつって。小銭に変えて。あ、それめっちゃいいね。いや、もう、うちは土定番ですよ。でも、値段は大体決まってた印象があるかも。しかも、子供がながらにして、あそこのおじいちゃんちはこれぐらいくれるよねっていう話とかしてた。とか、こそこそそのこたつの方の部屋行って、お父さんとかお母さんさ、開けちゃダメって言うじゃん。その場で開けないって絶対言うじゃん。まあ当たり前なんだけど。だから、持ってこたつ部屋の方に集合して、いくら入ってたねとか。え、あそこのおじいちゃん5000円入ってたとか。多分やってたと思う。みんなもやってたと思う。でもやってたね。それは。で、うち今どうしようか迷ってて、結構もうみんなもう働いてるんで、いわゆるその、お年玉税がいないんすよ。毎年ばあちゃんに、ばあちゃんにはって言われるんだけど、ばあちゃんにお年玉ないよって、で、いうやりとり絶対やるんだけど、でもね、今年ちょっと、おばあちゃんにお年玉じゃないんだけど、手作りの、おばあちゃんね、アルプスの少女ハイジが大好きなの。で、着メロも、ハイジなのよ。っていうぐらい大好きなのね。で、前にお揃いのハンカチをプレゼントしたことがあって、それなんでかっていうと、その、ヤギ出てくるじゃん。ゆきちゃんって言うんだっけあれ。でね。で、あのヤギにそっくりなハンカチだって、私が可愛いと思ったから、これおばあちゃんとお揃いにしようと思ってあげたの。使ってるかどうか知らんけど。で、今年、たまたま、その、
プレゼントを作るのに、そのクリスマスのイベントでプレゼントを作るのに、布を探してて、いろんな。かわいい、ゆきちゃんにのね、あったんよ、そのヤギか。ヤギの布が。それを買って、作ろうかなと思ってて、その、ファンのみんなにもプレゼントした、ティッシュポーチっていうの、ティッシュケースみたいなのって手縫いでできるっていうから、ちょ、ばあちゃんに手縫いであげようかなって、使ってくれるかどうか知らんけど、あげようかな、それをお年玉袋に入れてあげようかなって今ちょっとだけ考えてるんですよね。で、この時にはあげてるかあげてないかがもうきっと出てるんですけど、まあばあちゃんも何もらっても喜んでくれるかな。だから今年のその変わったって言えば、ちょっとそういう、まあね、そうね、ばあちゃん、入れる時間も去年すごい少なかったから、やっぱり、そういう意味でもなんか作ってプレゼントしようかななんていうことは考えて、お年玉がてらにねあげようかなとは思ってますけど、でもあのおちびさん系はやっぱ500円玉とかの方がね、小銭の方が嬉しいんだよね。だからアングラ家のお年玉、これいいっすね。これ恒例にするのは上がるだろうな。いや、いいですね。ありがとうございます。ね、他にもたくさんいただいてました。ありがとうございます。さあ、引き続き、稲見に質問、感想ございましたら、メールお願いします。メールアドレス、173@mbs1179.com。173@mbs1179.com まで、公式ツイッターのリツイートと、感想ツイートもお願いします。それでは、ハッシュタグ、あっぱれ稲見と、ほなねんを待機して、お相手は、あんちゃんこと、稲見あんじゅでした。今年もよろしく、ほなねん。